はい、できました、今日のあっちゃんちの晩ご飯は、豚と牛の焼肉と、シイラのムニエル以上で食べたいと思います。はい、ではいただきます。今日はあっちゃんご飯なしです。なんかご飯の気分になるの、ご飯の気分にならないけど、完全におかずはご飯やね。ではいただきます。シイラのムニエル。キノコ入ってるよ。あ、キノコも入れた。だし。おお。シイラのムニエル美味しいぞ。皮が美味しい。香ばしくて。ありです。ちょっとお肉。うん。これかな。誰持っていたいな。うん。鶏皿持ってきたかったけど。キーラの皿食べれば。猫ってすごいしな。通れるじゃん。猫結構。遅く通るから。どういう体してんだろうな。うん、出た。通れ。うん。美味しいわ。豚と牛の油がね、混ざってね、美味しい。シイラ安いけど美味しいな。使えるな、今度から。ただシイラ売ってないよね、あんまり。うん、お料理次第やね。素材を生かすも殺すもシェフの腕次第ってやつやね。シイラを釣って食べへんとか、それもったいないなと思うわ。もしかしたら美味しいからか、食わさへんためにまずく料理したりもする。いや、結構釣れるらしいじゃん。ジーもシイラがめっちゃ釣れたんやけど、車に積んで帰られへんぐらいシイラ釣れたから、他して帰ったけど。猫かわいいな。うん、おいしい。まいたけおいしい。シイラはアリです、うん、熱っ。
シイラもね、まあシイラだけじゃない、どんな魚もそうやねんけど、さばくときにね、あの血合い骨を取って、腹骨と血合い骨を取って、あのほんまに骨ない状態にしたら焼くときめちゃくちゃ楽やねんね。ほんまにね、腹骨は包丁でさっとすいて、で、まあ、腹骨までやったら、あのお魚屋さんさばいてくれる、取ってくれると思うけど、でも切り身で売ってたたまにあれ腹骨入ってるやつあんねんね。だからそれなんかやったら、切り身なんかやったら腹骨自分でさっとそいで、で、血合い骨をピンセットで抜く。これね、あの、1000円ぐらいのキッチン用のあの、魚の骨抜きのでっかいピンセット、あれがやっぱ一番抜きやすいんで、あれでピュッて抜いて。で、作るとね、もう食べるときに骨に当たらへんから、すごい楽。うん、ね、キッチンが作るときに手を抜かんと、やることで食べるときに楽。作るときに手抜いたら、食べるときに骨出ててめんどくさい。やっぱり食べとって口の中に骨入って嫌やん。だからね、うん、ちゃんは、あの綺麗に骨取ってで、あの冷凍しとくなり保存しとくといいんじゃないのかなと思います。はい、だから食う人が楽やと、うん、食べる人が楽やね。そうしたらな、子供が大人の時に骨取れへん大人になんねんな。まるまる焼き魚も済んでくるから、まるまるこういう風に取った豚は、うん、まるまるこういう風に取った豚は、まるまるこうやって取った豚、2万ぐらいでこういう豚があるけどな。2万やん、高い。てか焼くのもしんどいやん。調理はええのに、うん、火をかけて、火をかけてゆっくりゆっくり焼くね。また面白いものを買おうと思ってね、食材で。じゃいいの買ったら紹介します。それか晩ご飯とかで食べるからね、紹介しゃんでも出てくるけどね。ピーマン美味しいわ。晩ご飯は、まあ、残った食材じゃないねんけども、買ってきて、お弁当用にと思って買ってきてんけど、お弁当が今回1週間伸びたんでね、ね、冷凍しときゃよかったんやけどもね、もう使っちゃいましょうということでね、ちょっと使って豚と牛肉を、タレ焼きで焼いてみました。美味しかったです。これはこれでありやと思います。で、シイラ、これがまた美味しかったん、うん、お魚やっぱりね、生が一番美味しいねんけど、こうやってムニエルにしたりとかね、軽く焼くっていうのもすごい美味しいんでね、うん、煮魚はね、どうしても子供が嫌がるんで、うん、だからやねんけど、あっちゃんは好き、うん、煮魚、でもね、みりんと醤油とかを変えたらもう美味しくなってね、またそれはそれでいい楽しみ方ができるんじゃないのかなと思います。はい、ということでね、今日のあちゃんちの晩ご飯は、豚と牛の薄切り肉の焼肉だれで絡めて焼肉、それと、シイラのムニエル、いやー美味しかったよ、うん、またね、お魚もいろんなお魚さばいて、今までみたいにお刺身だけじゃなく切り身にして、その切り身を、何かにするっていうのをやっていきたいと思います。で、切り身にしとくとね、冷凍して、ね、結構持つんでね、うん、結構ちょっと今ね、冷凍庫開けないといけない事態が発生してね、冷凍庫開けるのにね、ちょっと冷凍食品を入っていかなあかんねんけどね、まあ、冷凍庫3つあるから、どっちかに肩寄せてるってもいいんやけどもね、ちょっとね、大量に冷凍ものが、冷凍しないといけないものが増えてきそうな気が
かっていうかね、ちょっとそれがね、こう来週ちょっとそういうのが来るんで、うん、またそれはそれで動画で紹介したいと思います。はい、ということで今日のあっちゃんの晩ご飯、豚と牛の、焼肉、野菜炒めというか焼肉っていうのか、はい、とシイラのムニエル、美味しかったです、ごちそうさま。ということでまたね、あの面白い魚、何か、調理していきたいと思います。はい、ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんちの晩ご飯、豚と牛の焼肉とシイラのムニエル、良かったよと思ってくれたら高評価を、応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。次は今日も